ドイツ製のミニチュアカメラを抱えたハトハトカメラはドイツ人のユリウス・ノイブロンナーが1907年に発明した写真の空中撮影技術である。彼は薬剤師で医薬品の配達にもハトを使っていた。電書バートにアルミの全部ハーネスを着せてタイマー機能付きの軽いミニチュアカメラを取り付けるというのが彼のアイデアだった。 ドイツでは初め特許が認められなかったが、ノイブロンナーがハトを使って撮った写真が本物と確認されたため1908年12月に改めて特許として認められた。ノイブロンナーは自分のやり方を本にして1909年のドレスデン国際写真連盟で発表したほか、1910年にフランフルト国際航空店やパリ航空省では写真をポーストカードにして販売した。 かつては空中査察に鳩カメラを利用するなど軍事利用の可能性があると考えられていた。第一次世界大戦の戦場でテストを行うと見込みのありそうな結果が出たが、電子バトのための移動式の鳩小屋をどうするかという難問にぶつかった。大戦中に航空技術の完成度が急速に上がったため、鳩カメラに対する軍事方面からの関心はほぼ消えてしまい、 ノイブロンナーも実験を放り出してしまった。しかし彼のアイデアは1930年代にスイスの時計職人の手によって短い間復活した。この時はドイツとフランスの軍部も関心を持ったと伝えられている。第二次世界大戦では大量の軍馬とが展開されたが、トリによる空中査察がどれだけ行われたかは不明である。アメリカ中央情報局は 偵察のためバッテリー内蔵のハトカメラを開発したが、その詳細についてはまだ機密指定が解除されていない。ハトカメラには一定以上に小型で軽量のタイマー式カメラの製造と鳥類の訓練、操縦が必要であり、また同時にそれこそが難問でもある。写真が撮影されるタイミングを狙って、ハトの位置や方向、スピードをコントロールする手段は限られるからである。2004年に、 イギリス BBC はごく小型のテレビカメラをハヤブサと大オタカに取り付けて実況中継を行った。今日では研究者やアーティスト、もの好きな人たちがハトカメラのように様々な動物にカメラを取り付けるクリッターカムを利用している。15回も気球に乗った5歳の伝書ハト1858年に初めて空中から写真を撮影したのは気球乗りとしても知られていた。 ナダールである。1860年には、ジェームス・ウォレンス・ブラックがやはり気球から現存する最古の空中写真を撮影した。写真撮影の技術の進歩もあって、19世紀の終わりには、無人の飛行体にカメラを搭載する人間が現れる。1880年代には、アルチュール・バトゥが試験的にタコによる空中撮影を行っている。彼に追随する人間は多く、 ウィリアム・アブナー・エイリーが同じようにタコを使ってボストンを撮影した高品質な写真は非常に有名になった。アメデ・デニスは1888年にロケットにカメラとパラシュートを組み合わせて写真を撮ったし、アルフレッド・ノーベルも彼の意志を継いだ人間が1897年にロケット写真を撮影している。書は19世紀から20世紀初頭まで 民間の郵便にも、軍バトとしても大量に使われた。1870年の不仏戦争では、ハトが通信手段として大いに利用されたことで有名である。この時はトゥールからプロイセン軍に包囲されたパリには、5万通ものマイクロフィルム化した電報がハトを通じて、空から届けられた。同時に15万もの私的な電報や国の公式文書が配送されたという。 1889年の聖生ロシア技術協会がサンクトペテルブルクで行った実験ではロシア軍の気球部隊が空から写真を撮影し当時開発されたコロジオンを使ったネガフィルムを鳩に運ばせて地上に送ったユリウス・ノイブロンナー1903年にドイツのクローンベルクで薬剤師をしていたユリウス・ノイブロンナーは半世紀前に父親が始めた伝書バートから 処方箋を受け取る仕組みを復活させた。これは、ファルケンシュタインにあるサナトリウムから鳩を飛ばして、処方箋を運ばせるものだった。彼は7 5ムを上限として、急を要する薬の配達にはこの方法を使った。また迅速さを胸として、フランクフルトにある薬ん屋にも、自分の鳩を何話か常駐させていた。ある時、彼の鳩が一羽だけキロで霧に迷ってしまったのに、 4週間後に帰ってきた時には不思議なことに随分栄養状態も良かったことがあった。ノイブロンナーはこのことをきっかけにして、鳩に自動で撮影するカメラを持たせ、その行き先を辿るというアイデアを思いついた。つまり、伝書バトとアマチュア写真という自分の2つの趣味を合体させるダブルスポーツであった。鉄道やソリからティッカ。 イギリスのホートン社が製造した海中時計型の小型カメラで写真を撮影する実験に成功したノイブロンナーは、ハーネスとアルミの胸当てを使って、鳩の胸に取り付けられる小型で軽いカメラの開発に取り掛かった。木を使った30から75グラムのカメラを使い、鳩はこの積み荷を運べるよう最新の注意を払って、訓練が進められた。空中写真を撮るために、 彼は1羽の鳩を家から 100km 離れた場所まで連れて行き、カメラを取り付けてから放った。鳥は積み荷を下ろして欲しいので、普通50から 100m の高度で家までまっすぐに飛んで行く。カメラには空気圧を利用して写真が撮影されるまでの時間差を作る仕組みが備わっていた。カメラという重荷を背負った鳩のために、鳩小屋は内部も入り口も広く作られ、床板は 弾力のある素材が使われた。左上、シュロスホテルクロンベルク左下と中央、フランクフルト右、カメラを取り付けられた、鳩上、特許を取得した、レンズが2つある鳩カメラの断面図か、空気圧システムの図解。チャンバーに空気が入って膨らむことで、カメラが動作する。そこのごく細い穴から、 ゆっくり空気が抜けることで、左側にピストンが戻るまでの間に露出が起こるノイブロンナーによれば、彼が考えたカメラのモデルは一ダースもあった。1907年には特許の申請にこぎつけた。彼の考案した上空から警官を撮影するための方法と手段は、はじめは不可能であるという理由で、ドイツ特許庁から拒絶されたが、 彼が提出した写真が本物と認められたことで、1908年12月に特許が認定された。1909年にドレスデンで行われた国際写真展と1909年のフランクフルトで行われた国際航空展にノイブロンナーが出展したことで、彼の写真技術は非常に有名になった。ドレスデンに集まった監修は、 鳩が戻ってくるところをその目で見ることができたほか、この時に鳩が持ち帰った写真はポストカードにされた。ノイブロンナーの写真はこの時だけでなく1910年と1911年のパリ航空賞などでも賞を受賞した。特許を取得した胸当てとハーネスのついたカメラシュロスホテルクロンベルクの写真は偶然にも撮影者の翼の先が入り込んでいたために有名になった。 1929年に毎週制作されたドイツのニュース映画の一部にはこの写真が著作権を無視して使われていた。1909年にノイブロンナーが出版した短い本には彼が考案した5種類のカメラのモデルが解説されている。1920年のパンフレットでノイブロンナーは自分のパノラマカメラがわずかに4 0ム程度しかなく12コマの撮影が 可能だと説明している。2007年には、ある研究者が、この撮影媒体のレンズ、シャッター、スピードについてはほとんど情報がないと発言したことがあるが、ノイブロンナーは、自分のパノラマカメラのフィルムは、アドックスのものを使っていたとされている。このカメラは、彼の推計によると、フィルム感度は、ISO25、15から ISO40、17、 シャッタースピードは160秒から1100秒であった。フィルムは 30mm60mm、mm、の定型にカットされ、レンズが半円形に動作するのに逆らい余計な歪みができないように、このフィルムをくぼ形に曲げてカメラに入れられた。1920年にノイブロンナーはこれまでの自分の10年を振り返り、それなりに苦労し、また出費も加算んだ。 ハトカメラという仕事に対する報いが百科事典に乗ったことと移動式のハト小屋が戦争において有効だという副次的な技術革新への自己満足しかないことを自重した。ノイブロンラーのパノラマカメラはベルリンのドイツ技術博物館とミュンヘンのドイツ博物館に展示されている。1909年の展覧会に出展されたノイブロンラーのハト小屋と 暗室のイブロンナーの発明は、軍事転用される降算があったことが彼の動機の一部であったことは否定できない。当時から写真による空中査察は可能ではあったが、気球、タコ、ロケットを使うなど、いずれにせよ大掛かりなものであった。1903年には、ライト兄弟が友人飛行を成功させ、第一次世界大戦中には、いわゆる観測機が導入され、 技術的にも洗練されていった。それでもハトを主に利用した写真撮影は運用に難しい面はあったものの他の撮影方法を保管できる低空から撮影された鮮明な写真を持ってくるものと期待された。プロイセンの陸軍省が関心を示したが省内には会議論もあり反対派を説得するにはデモンストレーションを成功して見せるしかなかった。ハトは 比較的爆発にも反応が薄いことが分かったが、戦闘中に鳩小屋を移動させる必要が生じることにも懸念があった。しかし鳩はいくらか時間をかければ新しい小屋の場所を把握することができた。鳩小屋の移動先を最小限の再訓練で電車バトに認識させるという課題に取り組み、一定の成功を見たのが1880年前後のイタリア軍であった。 フランス軍の砲兵隊長レノーは、ハトを巡回式の小屋で育てることでこの問題を解決した。ノイブロンナーがこのことに気づいていたかは定かではないが、あちこちを旅しながら各地のイベントでスタッフとして仕事する男を知っていて、彼が自分と同じくハトの愛好家であり、トレーラーハウスにハト小屋を積んでいたという話を聞いたことがあったのだから、きっと何か。 解決方法があるに違いないと考えただろう。ドレスデンとフランクフルトの1909年の展示会でノイブロンナーは派手にカラーリングした暗室と鳩小屋を組み合わせた小さな車を出展した。数ヶ月にわたる入念な訓練の末、彼は若い鳩が鳩小屋を移動させた後にも帰ってくる子ができるようにしつけることに成功した。1912年にベルリンのテーゲルにある 水道設備、給水場を移動式の鳩小屋だけを使って撮影する仕事を完了した。ほぼ10年近くにわたる交渉の末に、ストラスブルグの演習での実地試験が1914年8月に予定され、その後にこの発明を国が買い取ることになっていた。しかし、この計画は戦争の勃発によって頓挫してしまった。 結局のイブロンナーは自分が飼育している鳩と設備をすべて軍に提供してしまった。軍による戦場での試験の結果は良好であったものの、この技術が広く利用されることはなかった。その代わりに、いわゆる消耗戦についての考え方が刷新された。結果、かつての軍トが伝書鳩としてその役割が見直されることとなった。ノイブロンナーの移動式鳩小屋は、 ベルダンの戦いでその進化を発揮した。ソンブの戦いでは同じような目的の設備がはるかに大規模に運用されていたことと比べればその有利さは明らかであった。しかし戦後になって空中写真に鳩を利用するノイブロンナーの研究について陸軍省は軍事的な利用価値はないものと判断しこれ以上の実験は正当化できないと結論付けた。 ワシントン DC の国際スパイ博物館には第一次世界大戦で使われたハトカメラと写真について小室を設けている。ハトカメラと兵士のおもちゃ陸軍省の立場は第一次世界大戦の直後から明らかであったはずだが1932年にドイツ軍が写真撮影のためにハトの訓練を行っていたことが伝えられている。ドイツのハトカメラは 一度の飛行で200コマ分もの撮影が可能だったと言われている。同じ年にフランス軍もまたハトによるフィルムカメラ撮影や前線の敵の背後で訓練した犬に鳥を放たせる手法を宣伝させたと歌っている。スイスの特許の図面から群馬とや移動式のハト小屋は第二次世界大戦中に大いに利用されたにもかかわらず、そのうち 空中写真を目的としていたものがどれだけの割合であったかについては分かっていない。1942年のある報告書によれば、ソビエト軍は放置されたドイツ軍のトラックや軍用券を発見しているが、このトラックには5分おきに写真を撮ることのできる鳩カメラが積まれており、また犬もバスケットに入れられた鳩を運ぶよう訓練されていた。連合国の側で言うと、 1943年頃にはアメリカ軍の通信部隊がハトカメラを使用されている可能性に気づいていたとされている。とはいえ一つ確かなことは第二次世界大戦の間にハトカメラはおもちゃの形でドイツの保育園に浸透したということである。1935年頃からエラストランの商品名でこのトイフィギュアの製造が行われており、その中には 鳩を運ぶ役目の犬を連れた通信部隊の兵士をモチーフにしたものもある。このフィギュアは分かりやすく誇張した大きさの鳩カメラを持った鳩を放つ姿を表現している。ブベイのスイスカメラ博物館が実施した調査により、同時期にスイスの時計職人であるクリスチアン・エイドリアン・ミハエル、1912年から1980年が行っていた。 ハトカメラの開発研究について多くのことがわかるようになった。彼は1931年にスイス軍の伝書ワト部門に配属され、1933年にはノイブロンラーのパノラマカメラで1 6ト、mm、ルフィルムを使うための改造の仕事に取り掛かり始めた。さらに彼は最初の露出までの時間を制御する仕組みや次の露出までにフィルムを動かす仕組みを改良した。 1937年に特許を取得したミハイルのカメラは重さわずか7 0ムで全イ仕掛けによるタイマーを備えた最初のカメラの一つであった。ミハイルは自分のカメラをスイス軍に下ろす予定だったが実現はしなかった。彼のカメラをまとまった数で製造するメーカーが見つからなかったのである。結局彼のカメラは100台が製造されただけだった。 第二次世界大戦が起こってから、ミハイルは、電書バトが、フィルムロールなどを運ぶための容器やハーネスについても、特許を取得した。2002年から2007年に、彼が作ったカメラのうち3台が、ロンドンのクリスティーズで、オークションにかけられた。ブベイのスイスカメラ博物館には、ミハイルが、ハトカメラを開発する過程で、試験的に撮影したおよそ1000枚の写真を、保管している。 ほとんどの写真はアグフアゲバルト社が販売していた1 6ト、mm、ルのオルソパンクロマチックフィルムを使い ISO810 度のスピードで撮影されている。どの写真も10倍に拡大しても良いほどの品質であった。2007年のハト写真とは何か。点のカタログではこれらの写真を地上あるいは窓から試験的に撮影したもの、地上あるいは建物上階から 人間の視点に立って撮影されたもの、主に飛行機を利用した航空写真、おそらく飛行機から鳩を放って撮影した比較的高高度での航空写真などに分類しており、典型的な鳩による写真はごく一部であると記している。アメリカ中央情報局はバッテリーを内蔵した鳩カメラを開発した。このカメラは、 CIA は博物館のバーチャルツアーで鑑賞することができるが、ウェブサイトによれば、このカメラの運用に関する詳細は、今も軍事機密である。報道によればこのカメラは1970年代に使用されており、ハトは飛行機から放たれたのだが、結局は失敗であったのだと言われる。1978年には、スイスの雑誌が、 油圧機構を持ったカメラをつけたハトが撮影したバーゼルの街並みの航空写真を掲載した。2002年から2002年にはパフォーマンスアーティストでありハト愛好家のアモスラティエルがアドバンストフォートシステムとデジタルカメラを使用したハトによる写真撮影を行いその結果をオレゴン州ポートランドで開催したパワーポイント使いの講義で活用した。2008年には ドイツ人監督アレンドワクテが眠れる森の美女のリメイク作品を発表したが、この作品では主人公がハトによる写真撮影を思いつき、ハトが撮った写真をもとに眠れる森の美女を見つけ出すという演出があった。現代のテクノロジーにより、このジャンルは写真だけでなく動画の領域にも広がった。2004年の BBC の番組アニマルカメラでは、わし、はやぶさ、 高に取り付けた小型のテレビカメラからマイクロ波で近くの受信機まで送信された素晴らしい映像をスティーブ・レオナルドが案内した。このカメラは 28g の重さしかなかった。ありがとうございます。